愛知県道31号島三河環状線、豊橋市藤波町にて、愛知県道31号島三河環状線は、愛知県豊橋市から豊川市水戸町西方に至る県道である。両端で接続する国道23号と合わせて、ほぼ完全な環状道路を形成するが、振動には、未開通区間が広く散在する。東三河の平野部をほぼ一周する道路である。 豊橋市街から、東名高速道路豊川インターチェンジへのアクセス道路となる区間のバイパスは、豊橋市内東北部と豊川市東南部の豊川インターチェンジ側が開通済みで、豊川河橋を残すのみとなっている。上記の石巻田部区間は、乗り工事トンネルの完成に伴い、2016年3月16日に開通した。豊川市内の大崎港区、 山蔵志向区は、現在事業中である。南、西部は現在豊橋バイパス、豊橋東バイパス建設を優先させている。そのため、国道1号岩屋町西交差点から時計回りの、区間は事業化が遅れている。国道1号岩屋町西交差点以南の振動は、豊橋市立港小学校南、高市小学校北、豊橋鉄道厚見線高市駅。 阿ワラ駅の中間部、南洋中学校南、豊橋西高等学校東、豊橋市民病院西を通過する予定。原道より1から2キロメートル内側になり、起点も変わることになる。南、西部の振動が開通すれば、沿線にある、豊橋医療センターや豊橋市民病院へのアクセスが容易になるだけでなく、豊橋バイパス、豊橋東バイパスとともに、 国道1号を中心とした市街地の混雑緩和が期待される。愛知県道31号と三河環状の愛知県道379号石巻山線との石巻登山口交差点沿道の起点は国道23号豊橋バイパスの豊橋港 IC から降りたところの交差点。豊橋港に三角形と港を描く港を橋へ登るところでもある。 ここから国道1号交点までは、おおむね梅田川右岸の定地を走る。国道259号交点を過ぎると沿線は、主に田園地帯となる。県道も、比較的新しい道路のため、ほぼ一直線に、東へ進む。厚見線の高架をくぐり、太平洋岸へ通じる三本の一般県道と、交差した後、梅田橋西で国道1号に突き当たる。ここで左折し、 国道1号を市街地方面へ 2km 弱走ると31号本堂に入る岩屋町西交差点である。ここから、新道は市の東港を北上して多米成長の県道4号交点を過ぎたところの山麓で長らく止まっていたが、2016年、乗り工事トンネルの完成によって玉川小学校南まで開通した。 旧道は、新道の野添京北交差点から県道4号を西へ約2 5トル進んだ東田交差点から再びスタートとなる。ただし、ここから豊川市の三上京東交差点まで県道81号、県道502号、国道362号、県道69号との重複区間が続く。JR 豊川駅西口から 北方向豊川市に入ると、すぐ左折して三上橋で豊川を渡る。田畑の中を精神して、池添交差点で振動と交差する。この区間の振動は、三上町から豊川インターチェンジの南を通って、樽井町西の上まで開通している。このうち JR 飯田線を超える湖泉橋の前後は、 当初国道151号として、豊川インターチェンジ開設と同時期に開通した区間である。旧道は、豊川駅、豊川稲荷を経由し、豊川市の中心街に近いルートをたどる。元の町から再び西に向かうと、工業団地の北辺を一直線に進み、赤塚山の近くへと走る。ここから八幡田町までは、その一部が、 愛知県道377号とよ川片寄せ線に変わった旧道と並行する。愛知県道5号国府馬場線と交差する信号を過ぎ、名鉄とよ川線の高架をくぐると、高架道路になり、国道1号線と交差する。この刑事西交差点は2011年春に立体交差路が開通した。続いて、名鉄名古屋本線をまたぐ高架を渡り、田園の中を走る。 この付近は、国道23号豊橋バイパスと接続するため4、車線化された。道バイパスそして将来は、蒲氷バイパスとの接続点ともなる、豊川ためあたり IC を過ぎると、やがて、豊川市三戸町の中心部西方につき、その一部が、愛知県道384号小坂井三戸線に、変わった旧道と X 字交差した先の右側には、豊川市三戸市所がある。 続いて JR 東海道本線をまたぐ古戦橋を渡りしばらくして東海道新幹線の高架をくぐったところが終点の交差点である。ありがとうございます。